はい、こちらは、ピアッチャン作のですね、ハートのスフェーンなんですけれども、昨日も、グリーンのですね、18キャラのーハートのスフェーンご紹介してますけれども、今日は金のきらめきがなんとも美しいですね、 0.94 ですね、0.94 キャラの金スフェーン、こちらご紹介したいと思います。昨日のグリーンスフェーン、あれがまあ GTJ 基準のですね、B ランクと言いましたけれども、こちらはもう紛れもなく A ランクのスフェーンになります。しかもですね、ここ最近ご紹介しているこのスフェンのロット、本当にやばいシリーズですね。このロットのトップになります、こちらは。はい、心霊職人の方でも最近のロットの一番トップ A と書いてありますけれども、本当に、その、メモ通り、まばゆいですね、くらいのすごいきらめきです。これはもうスーパー万華鏡ですね、万華鏡の輝きが基本うちのスフェンのですね、代名詞なんですけれども、その中でも本当に、別格のスーパー万華鏡スフェンになります。もうこのように普通に撮影していても輝き強くてもう潰れちゃうぐらいなんですけども、ペンライトとか当てずに見ても、ですが、ペンライトを当てるとこのようにですね、本当にカラフルで細かい輝きが飛び散ります。本当は余計な説明不要シリーズでですね、動画だけナレーションなしでもいいくらいのものなんですけれども、ちょっと黙っておけないというところもあるぐらい、もうこの辺の火花スパークですね、花火もかなり強烈な感じ、ご覧いただけるんではないかと思います。はい、で先ほどもちょっと言いましたけど、本当もう輝き強すぎて潰れちゃうので、顕微鏡で撮影も入れてみました。この数辺顕微鏡でここまで寄れる石っていうのもなかなかないんですけれども、ご覧ください、もう顕微鏡から出てる光だけなんですけれども、もうそれでかなり万華鏡を感じてもらえるんではないかと思います。はい、ですのでこちらをですね、まだしばらく動画続きますけれども、余計な説明はこの辺にしておいてですね、ゆっくりご覧いただければと思います。こちらも準備が整いましたら出品をしてみたいと思いますので、まずは先に動画をご覧になってお楽しみいただけていたらと思います。余計な説明やめます。はい、もうしばらく動画をご覧になってください。よろしくお願いいたします。以上です。